あ、お休みということで、B さんお休みなさい。ゆっくり遊んでください。今思った、そう、デレさんさ、これ、スーパーチャット全部読むって言ったけど、これ、デレさんはいいけど、そうだよね。通訳ニキが。そうよね。大変だよな。ちょっと待って、どうしようか。どっかちょっと切りのいいタイミングで切り上げて、また第2弾で、ちょっと2回に分けて読もうかな。そうよね。だって後からチャットのできないから、そのチャットアーカイブは見れるけど、そのアーカイブになった状態でのチャットの送信っていうのはできないから、翻訳がちょっとされなくなってしまうよね。どうしようか。ちょっと待ってね。これメモしたいな。どこまで読んだとか。この放送は確か雑談放送だから、この後も多分たくさんあると思う。あるとして。今このソウルイーターさん読んでるね。ちょっとここを赤にしといて。ちょっと待って、上、ちょっと見てみようか。あ、でもバイオハザードまでは、もうちょっとかな。言うてでも結構あるな。どうなる？ちょっとね、通訳人気どういう感じかな今。大丈夫かな？もししんどかったら、ちょっとね、厳しいなって思ったら、ちょっとコメントで言ってほしいかも。ね、ちょっと通訳人気さんが、ね、ちょっとしんどいなって思ったら、ちょっと早めに今日切り上げよう。で、またちょっと2回に分けて、読ませても、いただこうかな。そうよね。ちょっとしんどいよね。大丈夫？キツさんは大丈夫？シトクロモくんも大丈夫？じゃあ、ちょっとごめんだけど、この雑談放送のスーパーチャットまでじゃあ、やらせていただいてもいいかな？で、ちょっとバイオハザードだけちょっと分けさせてもらうね。ごめんね、本当に。負担をおかけしてしまって申し訳ない。そうよね、バトンタッチ、英語の方はね、多分キッズさんがいるんだけど、そう、中国語の方はね、そう、シトクロムくんしかいないから、そうね、じゃあ、バイオハザードまでにしましょうか。ごめんね、ちょっとね、一息で行こうと思ったんだけど、ちょっとこれはデルさんだけの問題じゃないので、雑談放送までのスーパーチャットを読ませていただきます。ごめんね。ちょっと後で概要欄の方もちょっと編集します。よいしょ。OK、OK。じゃあ、さっきの部分。やべえ、見失ってしまったかもしれない。よいしょ。でも何を読んだか覚えてるからね。ちょっとこのまま下がっていこう。